先日会社で VR 上に家を建築したデザイナーの作品が50万ドルで売れたそうです。仮想現実世界でそんな体験を払う人がいるので驚き、仮想現実で仮想通貨と連動したビジネスで今後何が儲かると思いますか。また仮想現実はビジネス事業として何が求められているのでしょうか。そう、仮想通貨上に証明がされているので、これを買うと将来的に価値が確定するよねみたいなので、ブロックチェーン上のその絵画が売れるみたいなのがあったんですけど、で要は目新しいものって面白いから最初には売れるんですけど、2番手3番手はそんなに売れません。結局アートって珍しい話題になるものに価値がつくので、なので別にじゃあこれいけるわ、じゃあそのデータっていうのも売れるんだって言って投資すると次のはそんなに儲からないっていうのよくある話です。男性28歳です。今年 XR 業界に興味がありユニティを始めました。最近ブロックチェーンゲームを作っている会社でアルバイトをすることになり、ブロックチェーンにも興味を始めました。 XR 業界とブロックチェーンゲームどちらが将来性ありますでしょうか。僕 VR はおもちゃを超えないと思ってて、なので AR だったらまだマシなんじゃないかなと思います。で、将来っていうのがどの程度の未来かっていう話で、5年以内だったらブロックチェーンのゲームでめちゃめちゃ入る可能性があるんですよね。ただ最終的にはあのゲームって面白いかどうかが重要で、で今のブロックチェーンゲームって儲かるかどうかで参入している人がいて、で結果として儲かる人が、まあ儲かりそうだで参入する人が増えました。結果として儲かりました、あれ儲かるじゃんって言っていろんな人が参加してるっていう状態なので、ゲームとして面白いかというとそうでもないので、10年後には多分そこら辺のゲームって全部廃れてるんじゃないかなと思います。ビットコインが日々高騰してますが、ブロックチェーンや Web3.0 の考え方やそれらによるこれからの未来がどうなっていきそうか、ひろゆきさんの見解を語っていただきたいです。よろしくお願いします。別にブロックチェーン関係ないですよね。その不景気だったりとか、あの不安定な状況になると、まあ昔は金の価格が上がってたんですよ。あと日本円とかスイスフランの価格が上がるっていうのがあったんですけど、その流れでブロックチェーンっていうのが、まあどの国にも属してない通貨のようなものなので、そのブロックチェーンの株価、その通貨の価値も上がるよねっていうのがあるだけで、別にそのビットコインのその価格が上がるっていうのと、ブロックチェーンの技術がどうたらっていうのはあんま関係ないと思うんですよね。ブロックチェーンを使ってデータベースの代わりにこうやってやるといいよね、みたいなのっていうのが、まあちょこちょこあるんですけど、ビットコインがやってる電力と計算量をめちゃめちゃ大量に使うっていうのは、明らかに無駄が多すぎるので、あんなもの実用にならないんですよ。要はそのインターネット上の誰だかわからない人たちが、そのビットコイン上の決済っていうのをやるためにアホみたいな計算力とアホみたいな電力を使った人が、そのマイニングっていう形でその1枚400円のそのビットコインがもらえますっていう形にせざるを得なかったんですけど、じゃあ普通にその社内でデータベースを作るんだったら、じゃあ信頼できるノード同士でつないで、信頼できるノードがこう OK したんだからそれで OK だよねっていう形のリスクみたいな、なんだプルーフオブなんちゃら、名前忘れちゃった。で、信頼できるノードが OK 出したら OK とするっていう、あっちの方がよっぽど計算力とか電気代無駄にしないので、いいんじゃないかなと思います。ブロックチェーン技術を使い在宅勤務の報酬が支払われる時代がやってくると思いますか。いいえ、お金を稼ぐ、運用する、使うことがオンライン上で完結できるようになれば、大勢の人が移住によって国家にマウントを取れるようになり、民主主義や社会主義などの政治体制の違いもささやかなことになる気がします。日本の法律上お金って円で払わなきゃいけないんですよ。最近なんかようやくヤフーペイペイみたいなので払ってもいいみたいなので、なんか法律改正するみたいな話もあるんですけど、なので、その、円か、もしくは円に代わるもので、ある程度の企業が、管理しているものであれば許されるんですけど、残念ながら、ブロックチェーンで払っても良いに法改正するのを進める企業がないですよね。要は、ペイペイで払ってもいいにしたいっていうのは、ヤフーとか LINE の思惑があるわけじゃないですか。LINE ペイか。そのヤフーだったり LINE ペイとかが、じゃあうちの電子通貨で払ってもいいって法律改正してくださいよっていうふうに、まあ政治家に働きかけて、じゃあ法改正するかってなるんですけど、ブロックチェーンを押してる企業ってないので、で、じゃあそのブロックチェーンにすることによって、払われたか払われてないか。で、それがじゃあ盗まれた場合とか、パスワードをなくした場合に、誰が責任を負うのかっていうのが、結局その答えがないんですよね。じゃあ PayPay とかの場合で、じゃあパスワードなくしましたって言ったら、Yahoo に文句言えば、Yahoo でパスワード発行してくれて、お金返してくれるわけじゃないですか。でもそのブロックチェーンで、じゃあお金出しました、でもパスワードは分かんないので引き出せませんってなった場合って、それって引き出せてないんだから生活できないじゃんってなった時に、誰の責任なのみたいな問題があって、それが解決できないので、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけども。
Facebook のリブラは通貨発行料を取得できる。なんか Facebook のリブラがいまいちその仕様がはっきりしないんで、僕よく分かってないんですよね。あの Facebook が一応その暗号通貨、そのビットコインみたいな発行するって言ってるんですけど、でもそのドルにペックス、そのドルの裏付けがつくというか、その新しいじゃリブラ、1リブラは1ドルですよみたいなのを、その Facebook が保証しますみたいなこと一応言ってて、で、それって別にもう暗号通貨じゃなくて、単にその1ドルを1リブラって呼んで決済をするっていうだけじゃねっていうので、そのビットコインみたいなマイニングだったりみたいな概念がない気がするので、それってただのなんかデータベース上のそのドルの数字をリブラって呼んでるだけじゃないのっていう気がしていて、いまいちちょっとなんか意味が分かってないです僕。はい、なんだろう、データベース処理のそのコストが高いから、じゃあそれをそのブロックチェーンでやりますとかって話して、そのバックエンドがブロックチェーンっていうだけで、別にじゃあ暗号通貨って呼ばなくてもいいよねっていう気がするので、なんかそこら辺が細かい話がまだ出てきてないので、そこら辺が出てきてから判断しようかなと思ってます。判断別になんか買ったりしないですけどね。はい。ビットコインの仕組みがわからないのですが、各々が監視し合うっていうのは具体的に誰の PC 同士が監視し合ってるの？監視合ってるわけじゃなくて、みんなが同じ銀行の通帳を持ってると思ってください。銀行で全ての銀行の決済のが記録された通帳っていうのをみんなで共有してるとしましょう。なのでそのひげおやじさんが僕に振り込みましたとかも、じゃあそのなんか何々銀行が何々振り込みましたっていう全ての通帳をみんなが共有しているっていうのがブロックチェーンの仕組みです。なので変な改ざんをした時に、俺の持ってる通帳と違うよ。で、二人しか通帳を持ってる人がいなかった場合、例えばじゃあ、ひげおやじさんの持ってる通帳と僕が持ってる通帳が違ってたら、どっちが正解か分かんないんですよ。だって、僕が間違ってるかもしれない。ひげさんが間違ってるかもしれない。なので、三人いると、ひげさんが間違ってると。で、僕と僕の彼女は同じ通帳だとしたら、だって僕と僕の彼女は同じ通帳なのに、ひげさんだけ違うってことは、ひげさんがおかしいんじゃないって指摘できるので、世界中の人が同じ通帳を共有することで、何か悪いやつがいたの割に分かるっていうのがブロックチェーンの仕組みなんですけど、でこれ自体は最終的にうまくいかなくなるだろうっていうのを昔僕がブログに書いたことがあるんですけど、でそれと同じのがモナコインで一回起きたんですよ。結局これってそのじゃあ10人いました、10人いて1人が通帳改ざんしたら9人がこれ間違ってるって分かるじゃん。でも6人がグルになって嘘ついたら、本当のことをやってる4人は、いやいや、俺本当だってって言っても信じてもらえないんですよ。モナコインっていうのがやったのが、その全体の 51% の通帳を改ざんするっていうのを成功したんですよ。51% の定義っていうのが、その人数じゃなくて計算量なんで、まあそこはややこしいんですけど、なので、みんながみんな、その通帳正しいよねって思ってても、でも通帳を持ってる人数が少なくなってくると、通帳めちゃくちゃいっぱい持ってるやつっていうのが、そのオンラインの話なんで、例えば、僕が通帳を100個持ってて、別のアカウントを持ってるとするじゃないですか。で、じゃあ、ヒゲさんが1人ですと。で、ヒゲさん1人と、僕が別のアカウントで通帳100個持ってたら、要は100対1なので、僕解散し放題なんですよ。っていう感じで、モナコインっていうのが一回それで改ざんされたことがありますよって話。モナコと関係あるのありませんね